ラクイラは、イタリア共和国中部にある都市で、その周辺地域を含む人口約6万9,000人の基礎自治体。アブルツォ州の州都で、ラクイラ県の県都でもある。ラクイラは、アペニン山脈の盆地にできた、標高714メートルの都市で、イタリアの州都としては最も高い位置にある。また、ラクイラ大学など、学問の街としても知られている。2009年4月には、ラクイラ地震による大きな被害を受けた。同年7月、復興支援を取り付ける意味合いからラクイラで、主要国首脳会議が開催された。ラクイラ県北部に位置する。ラクイラ県ガイリャクズ隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。カッコ内の RI は、リエーティ県、では、テーラモ県所属を示す。1254年に都市として創建され、当時の名はアクイラといった。都市の直居はシチリア王コンラード一世によって与えられた。1861年からアクイラ・デッリ・アブルッチと称し、1939年から現在の名称となった。地はこの土地にあった多くの村の連合によって創建された。地元の伝説では99の村が集まったという。それぞれの村は都市の中に自分の区画を持ち、母体となった村と結ばれていた。中世以来シチリア王国、後にはナポリ王国の支配を受ける自治都市であったが短期間教皇領となったこともある。シチリア王国中、パレルモに次いで2番目に勢力があり、経済的にも繁栄した都市であったが、16世紀に衰えた。ラクイラはイタリアの中でも地震の多い場所で、1703年に起きた地震が最も壊滅的なものだった。この地震では3700人から1万人と言われる人が命を落とし、ラクイラに残る多くの歴史的建造物に大きな被害を出した。また、この地震により、市の中心部に位置するサンタ・マリア・デル・サフリジオ教会の建築が始められた。2009年4月6日のラクイラ地震で大きな被害を受け308人の死者が出た。そこでイタリア政府は国際的な被災地支援を狙い、同年7月に同国がホスト国となる主要国首脳会議の開催地を地中海の保養地ラマッタレーナから急遽ラクイラに変更した。ラクイラの主な分離集落は以下の通り。今日、ラクイラは観光地となっている。主な観光地は、ロマネスク様式のコンレマジオ大聖堂や、ルネサンス様式のサンベルナルディーノ聖堂、中世に作られた99の水管を持つ99の噴水、16世紀に建てられたスペイン様式の城塞である、スペイン要塞などである。そしてラクイラの母体となった数々の村が主要な観光資源である。99の噴水99の噴水山。ベルナルディーノ大聖堂、コンレマジオ大聖堂また、ラクイラ地震を受けて、坂茂により建てられた、紙管でできた音楽ホールなどがある。ラクイラでは、ラクイラ方言一都、ダイアレトアキラノが話されている。話者は、ラクイラ周辺及び、ラツィオ州、リエーティなどに、約10万人いるとされる。ありがとうございます。